日本放送オードリーのオールナイトニッポンアン、毎週土曜深夜1時の放送開始15周年を記念した番組イベント、オードリーのオールナイトニッポンイン東京ドームが18日に行われた。東京ドームを舞台にしながら、あくまでいつも通りのオープニングトーク、若林が佐藤満春とずっと喋っていたんだけどさ、お前気持ち悪いな、かっこ笑い。コンビ組んで24年くらいか。今回のイベントで打ち合わせとかすると、俺と里光で説明していたら、コンビ組んで初めてめちゃくちゃ意見出してくる。24年くらいしか言わないやつはかっこ笑い。里光と見たことない春日だね。なんか気持ち悪いってと笑わせた。